ほいじゃあ今回は、ゆるーく中国の刑罰を紹介していこう。処刑、産刑と、散々血生臭い処刑方法を紹介してきて、今さらゆるい刑罰の紹介なんて、いや、ゆるい刑罰って一体何なのよ。人が比較的死なない刑罰、特に肉刑のことだ。肉刑と肉刑と肉刑じゃねえか。そう、今回は比較的マイルドな、入れ墨を入れたり。おお、入れ墨ならだいぶマシ。鼻を削いだり腕を切ったり足を切断したり陰部を切り取ったり。ひえー、肉体をぶっ壊しに来てるやんけー、怖すぎー。は、まあまあまあ、まさか肉系の肉って、そう、肉体の肉だ。人の身体に二度と戻らぬ損壊を与える、一生涯続く苦痛を与える刑罰が、肉系なのだ。うわぁ、どこがマイルドなのよ、残酷すぎる。しかしこの肉系の世界も、伝説の時代から王朝時代の終わりまで、長く多様な歴史を持っていて、非常に興味深い世界なのだ。興味あるのはマリサだけでしょうよ、そんなの。いいや、画面の前の視聴者様も期待してくれているぜ。さあほら、期待に応えるんだ。ぐぬぬぬぬぬ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求めるモーリス、ゆとりろ人間の提供でお送りします。さて、肉系とは諸経や修来といった中国最古級の書物に記されたところでは、先秦時代からあった刑罰で五刑と総称される。芸、入れ墨、木、鼻そぎ、火、足切り、旧、漁生、大壁、死刑、農地、大壁、死刑、以外のことを指す場合が多い。ただ休刑、漁生、は、ちょっと特殊で、肉刑に入ったり入らなかったりするんだけどな。古代中国の刑罰は、死刑以外は大体肉刑ってことね。代表的なものはな。それに殷周時代の刑罰は実際のところ、よくわからないことが多く、五刑の概念も後世の人々が、まとめているもので、どこまで当時の実態を反映したものかは、今に伝わる書物ではちょっとよくわからない。そういったところを念頭に置きつつ、殷周以前の伝説の時代も含めた肉系について、楽しく、明るく、元気に、語っていこう。生き生きするなぁ。では、まずは肉系その1、最も軽い刑罰、芸、についてだ。芸は、芸面、あるいは、僕、とも呼ばれ。五刑の一番目に位置する、主に顔面に針を刺して文字を刻み、その後顔料や墨を、擦り込んでその文字を永遠に消えなくしてしまう刑罰だぜ。うん、普通にひどい。そう、今までに紹介してきた、スープの具になっちゃう刑や、我々の仲間になっちゃう刑などよりは全然マシだし、これから紹介する、体の一部が切り落とされてしまう刑より、かなりマシなのだが、この芸も肉体を痛め、しかも体の目立つ場所に、隠しようもない刻印が押されてしまうという、肉体的苦痛と、消し難い恥辱を与える刑だったのだ。罪人印が一生刻みつけられるのも普通に非人道的よねー。この刑は伝説上の帝王、行、春の時代に出現したとされる、極めて古い刑罰とされており、儒教の経典、来期や史書、国語では、もともと小刀やのみ、霧を用いて入れ墨が施されたと記され、ひえー、顔面に小刀や飲みや霧やらをぶっ込むんか。その後、次第に針が使われるようになったとされる。その芸、僕は、集大になると500とも1000ともされる、非常に多くの、罪状の罰に用いられ、民衆はちょっとした過ちで芸を施されたという。またこの頃の奴隷主である貴族は、入れ墨を施された、いわゆる芸面のものをよく門番に使ったという。なんでー、顔に罪を犯した証拠が掘られていたので、逃亡しても、すぐ見つかったからだ。門番や関所の守衛はこのような、肉刑を受けた者がつく職業だったぜ。このあたりの話は、後でまた考古学的発見と共に触れていくぜー。さて、芸面の罪人は他の肉刑を受けた罪人と違い、四肢は無事で、体を動かすことは問題がなかったため、彼らは春秋戦国時代には、労役にも借り出されるようになり、始皇帝が天下を統一した後に焚書が行われた時も、政府の命令通り、新政府の禁じる儒家の書や歴史書などを、焼き捨てなかった者は、芸して上端をなす、つまり、入れ墨を施した上城壁修復などの強制労働を行わせることとしたのだ。この、芸して上端は当時よく取られた処罰方法で、こうした罪人が、各地で重労働を行い、秦の建設事業を支えたのだぜ。そしてこのような芸面のとは、始皇帝死後に燃え広がった、阪神反乱にも数多く参加し、その中で最も有名な人物こそ、
幸運に従って抜群の武勇を発揮し、旧皇王にまで上り詰めた、新末官署の武将、ゲイフことエイフだったぜ。出たー。中国史でゲイといえば彼、異名もゲイのゲイゲイゲイフ。そう、彼は秦に対して戦いを挑む前、罪を得てゲイ免され、始皇帝陵で重労働をさせられたという過去を持ち、そのゲイ免を、トレードマークにして歴史に名を残した人物だったのだぜ。うろう、かっこいい。そんなクールなゲイフの活躍は、概要欄のエイフと宝悦動画をご覧あれ。さて、秦に続いて統一王朝を築いた前巻では、当初、刑法は秦のものを踏襲し、ゲイ免の刑を実施していたのだが、明君文帝が即位すると、彼は前167年に肉刑を残酷な刑罰であるとし、これを廃止、刑を入れるのでなく、頭髪を剃って首に鉄の刑具をつけ、重労働を行うこととしたのだぜ。あ、重労働とのセットは続くのね。まあ刑罰だからね。ただ肉体に言えない傷をつける刑罰は、一旦この時廃止され、巻末まで刑免は行われなかった。よかったよかった。ただ刑を含む肉刑の廃止には、肉刑という中間の刑罰が、なくなったことで死刑の適用範囲が広がった、といった点を、問題視する声もたびたび上がり、我らが早々も肉刑復活の議論を、主導したこともあったのだぜ。しかし反対論の声も大きく、全面的な復活はなされず、寝台に逃亡した主に刑を施す、という例がある程度で、限定的に行われるだけだった。しかし南北朝時代に入ると、肉刑が刑罰の規定に入るようになり、宋代から後には刑免の刑が復活していったのだぜ。あらあら、ただ、その刑の規定はかなり細かく、限定的になってもいる。北宋では針を用いて墨を入れたことから、刑死と呼ばれるようになり、罪に応じて針を刺す場所や時代、文字の配列等が定められ、刑を見れば、どのような罪があるかわかるようになったのだぜ。例えば窃盗は、耳の後ろ、労役刑や流罪は額に文字を四角形に配列して、墨を入れたという。はい、入れ墨刑がシステム化していったんだ。また、宋王朝の北方に栄えた契丹族の国、楊王朝でも、刑死は行われたのだが、こちらはカウント方式も取られたようで、窃盗の回数でそれぞれの部位に入れ墨をしていき、5回掘られると、入れ墨フルコンプリートでめでたく死刑となったという。そんなもん集めとうない。その後元王朝の時代に入ると、基本的には宋のやり方が踏襲されたが、刑罰の規定も細かいし刑罰自体にも工夫を凝らしてくる民では、ひえー、民では入れ墨刑にどんな工夫がされちゃうのかしら。それが意外なことに、適用範囲は狭まったのだぜ。おお、謀反を起こした者の家族や一部の刑、窃盗や強盗を行った、者だけが入れ墨を入れられたぜ。ただまあ窃盗カウントは3回で、縛り首になったようだがな。おふ、そして中国最後の王朝、秦の時代には、刑刑は主に逃げ出した主に対して鞭打ちとセットで実施され、主を管理するための刑罰となったのだぜ。なるほどねー。刑刑は一度逃げた主に目印をつけるために、行われたわけね。そう、こうして見ると刑刑がだんだん罪人を管理するための、処罰となっていったことがわかるだろう。確かに、罪の数を数えたり、逃亡主の目印にしたり、だんだん目的が明確化していったのがわかるわね。そう、古代においては罪人に強い屈辱を与える、肉刑の一つとして広く行われていた刑刑は、だんだん適用範囲が、狭まり、罪人の管理にも用いられるようになったのだぜ。というわけで、比較的ゆるふわな刑罰、刑刑については、ここまでにして、ひょえ、ここからはじゃんじゃんバリバリ、肉刑の魅力を味わっていこう。やめてよ。さて肉刑その2、こちらはぎ、花そぎ、だ。ひえー、花そいでどうすんねん。これも刑と同じく古の五大刑罰、五刑の一つで、死刑より、軽い刑罰ではあるが、罪人に大きな苦痛を与える刑罰だった。伝承ではすでに、夏王朝や殷王朝の時代には一般的に、行われていたとされ、夏では千人を超える罪人が義に処されたという、また死書、畜書記念、で殷、隠居に遷都したとされる王、蛮公は、遷都の際に不義不忠の都や王朝を破壊しようとする者を捕らえ、罪の軽い者は花そぎに、重い者は死刑にして子孫も絶ったという。伝承とはいえかも陰もめっちゃ鼻そぐやん。さらに衆の時には正式に五刑の一つとなり、君命に背いたり規則を破ったり、窃盗を働いたり、官員に興じたり、生涯を負わせたりした者はことごとく、
この花そぎの刑に処されたという。そしてこの刑を受けて花を失った者は、そのほとんどが、花を失った自身の醜い顔を恥じ、できるだけ、人目にさらされることのない辺境の関所の守衛となったという。実質流刑も兼ねてるんか？辛い。それからさらに時代が下って、春秋戦国時代になると、花そぎはさらにポピュラーになり、戦国時代の西の国では、このような話があったという。戦国時代後期、西が燕に攻められ、国土が蹂躙され、滅亡の危機に瀕していた頃。ああ、西が燕の名将楽器にボコボコにされてたあの頃ね。そう、西の国の城のほとんどが陥落し、残すところ数城だけだった時、そのわずかに残った城、束縛に立てこもっていた武将伝丹は、反撃に備え、束縛の守備兵の戦意を高めるべく、包囲する燕兵に対して、将軍の伝丹や西の兵たちは、花そぎにされるのを何よりも恐れている、とのデマを流したのだった。その結果、燕の兵士たちは、束縛の将兵の戦意を喪失させようと、西軍の捕虜を束縛城の前に、引き出して、一人一人見せつけるように花を添いでいったのだ。しかし燕軍が行ったこの行為は、西の兵士たちを恐れさせるどころか、彼らの怒りの炎を燃えたぎらせただけだったのだぜ。こうして、束縛の西軍は一致団結して燕軍への反撃の準備を進め、後に大勝利を収めることとなったのだぜ。伝丹はわざと自軍の捕虜を敵に虐待させて団結力を高めたのね。なんちゅう悪魔的発想。そう、この時伝丹が選んだ最上の侮辱こそ花そぎだったわけだ。このエピソードの他にも、袖は王の寵愛を失いそうになった妃が、ライバルの美しい妃を騙し、王に花そぎの刑を命令を出せるという、エグすぎる話も残っているぜ。美しさを競い合う高級の争いで持ち出されたのが、よりによって、花そぎの策略か、ライバルを単に排除するだけでなく、その美貌も、破壊してしまうなんて、残酷すぎるわそんなの。また、秦が天下を統一した後にはその苛烈な政治を、誇張して伝える話として、秦が征服した他の国々の捕虜は、皆花をそがれたため、市中には花のないものが花のあるものより、多くなってしまい、花のある人間の方が醜いと、錯覚されるようになってしまったのだという。さすがにそれはやばすぎー、誇張しすぎー、それくらい秦の侵略や統治は残酷だったと言いたいとんでも話だな。まあとにかく、花そぎってのは古代において残酷さや、人の尊厳を踏みにじることの象徴だったということだ。さてこの花そぎも、絶対肉刑許さない万全館の文帝によって廃止され、花そぎは鞭、竹製の鞭、打ち300に改められたのだぜ。鞭打ち300も肉が破れてかなりすごいことになりそうだけど、とにかく、こうして花そぎは正式な刑罰からは、一旦、姿を消したのだが、お手軽かつ残虐なこの肉刑は、戦乱の世になって、復活してきてしまい、後漢末の群雄割拠の乱世では、私たちの曹操が漢との戦いで、捕らえた炎章型の将軍、淳武帝に対して花そぎを行った、という話も残っている。曹操運を、しかも人材マニアだった曹操は、敗れてなお立派な態度だった。この淳武帝を配下にしようとしたのだが、彼は鏡を見るたびに、花そぎにされた、恨みを思い出すでしょう、と言って東洋に、反対する者もいたので淳武帝を斬首した、という話も残っている。最初から花そぎなんかするんじゃない。戦国時代の伝丹の時もそうだけど、戦場じゃもう、残虐な行為のオンパレードだもんな。だが、刑罰界でいつも大活躍してくれる、こちらの時代は、戦場じゃなくても残酷な刑罰が多数実装されていたぜ。あ、明るく楽しい王朝、みん、これはまたショータイムが来ちゃう流れか、たまげたな。いいや、放課後ティータイムの時間だぜ。この狂気をはらんだめ、永楽停止ティータイムだったか。そう、クーデターで即位した明朝三代目皇帝、永楽帝は、倒した建文帝政権の家臣たちを次々に、正式な刑法典にはない、残虐な方法で粛清していった。しかし建文帝の家臣たちの中には、最後まで永楽帝を婦人不義の三奪者と罵る者もおり、永楽帝は彼らに多彩な国刑を用意して、次々に処していった。そんな永楽帝が行った花そぎ刑国刑といえば、ある大臣に処した、花を添いで耳も添いで、それを焼いて口に突っ込み、自分の体を、食べさせる、というものだった。あばばばっばっばばっばっばば、やばすぎんよ。
しかしその大臣も去るもので、永楽帝から自分の鼻と耳の味は、どうかと言われた際に、中心の肉が、うまくないはずがなかろう、と、毅然とした態度で言い返したのだという。その人もとんでもねえわ。もちろん彼はその後処断されたが、鼻をそがれようが耳をそがれようが、彼のように最後まで意地を示す者もいたのだぜ。また意地を示す、といった例では遊興の表した、列女伝にある、夫に先立たれた女性が自ら鼻を削いで再婚を拒んだ。ひえー、という儒教的価値観バリバリの話も、なかなか凄まじいものがある。自ら鼻削ぎするのも怖いけど、そこに追い込まれる状況も怖い。さて、ワクワク鼻削ぎタイムはここまで。ここからは第三の肉系、足切りについて話していこう。単なる受験の話ならどれだけ良かったことか。さて足切りの系、月足や日、神とも呼ばれるこの肉系の歴史も、なかなか深くて興味深い。すぐ楽しくなっちゃって、先ほど紹介した二つの系とともに、五系に数えられるこれも、古来から行われてきた刑罰とされ、花王朝や炎王朝の頃からあり、足を切ったり、膝蓋骨を切除したり、大腿骨を叩き割ったりするなどの、様々な方法で、人の足を不自由にしたのだという。膝の皿を切除するだの、骨を叩き割るだの、いちいちえぐいんよ。さてこの刑罰もやはり、それ以前の時代より、春秋戦国時代に、大流行し、春秋差し伝、には月足が行われたという記事が、多く記され、各国の諸侯が臣下や民衆にこの足切りの刑を、積極的に課していたことがわかっている。なんで足切りなんて流行るのよ。理由はわからん。ただ迷信安営を用いた性の傾向の時、性では非常に刑罰が厳しかったようで、足切りが頻繁に行われ、骨安く、病高し、といった異常事態に陥ってしまったのだという。骨安く、おど高し、ちょっとよくわからないけど、絶対ろくな意味じゃないわ。その通り、これは靴の価格が下落し、両つまり義足の価格が高騰した、ということだ。ひぃ、足切りに処される人が多すぎて、義足が高くなって靴が安くなったんか？そう、そしてこの足切りに処された人たちがつく職業といえば、門番だったのだぜ。肉系に処された人、皆門番や守衛になる説、あると思います。こちらは青州の時代の、月人守門歴式亭、という、青銅器で、扉を模した部分に当時の門番の像がついているのだが、ここ、左足がなくて杖をついているのがわかるだろうか。ああ、本当だ。春秋戦国時代の前の青州の時代の青銅器からもう、足を失った門番の姿が、そう、青銅器からも当時足を失った人が門番となっていたことが、わかっているんだよな。ほわ、ちょっと怖いけど司書の記述に一致するって興味深いわね。さらにこちら、春秋時代前期のものとされる、地門放炉と呼ばれる、青銅器をご覧いただきたい。こちらは炉、火種を入れて、食べ物を加熱することができる器物で、こちらもこの部分、扉を開閉することができるのだが、ここに注目すると、ん、何これー、アップにしてみた、いかがだろうか。ダブルこけし、画像を変えてみた、どうだろうか。ひえー、これ、人やんけー、足のない、人やんけー、そう。これも当時の門番、両足が足切りの刑に処されたバージョン。だ。生々しすぎ、怖すぎんよ。じゃけん画像を戻そうねー。ちなみに、この、地門放炉、京都の戦国博古館で、現物を見ることができるので、ぜひ行ってみてくれぜ。さて、このように足切りの刑に処された人が門番となったのは、青銅器からも判明しているのだが、足を失った彼らの活躍は、史書にも記されており、聖の国にこのような話があった。ある時、宮中の宴会に出席した大夫の医者は、酔っ払って、退席し、王宮の門のところで休んで酔いを覚ましていた。すると、門番が医者に、余った酒や食べ物をほんの少しでいいから、分けてもらえないかと話しかけたのだった。しかし医者は、前科持ち目が、門番は足切りの刑を受けて足を失っていた、大夫である、私に向かって酒を要求するとは、全くとんでもない奴だ、と、激怒したのだった。ひどい。さて門番は、その場は引き下がったものの、医者が立ち去ると、城壁に雨水が滴ってできた穴に細工をして、まるで、立ち小便を引っ掛けた後のようなシミを作ったのだった。そして翌日、聖の君主がそのシミを見つけて、城壁に、小便をした者がいると激怒し、門番に昨夜の様子を尋ねたのだった。そこで門番は医者が昨夜、
しばらくその場所にいたと報告したのだぜ。こうして医者は無事死刑となりましたとさ。めでたしめでたし。門番さんとか守衛さんとは仲良くしようっと。まあこのように春秋時代は、王宮の門番でさえ刑罰を受けた者が、担っていたようなのだぜ。ただこの門番が足を一本切られたものか、二本とも切られたものであるかは定かではなく。ええー、それって重要なことを。罪の重さによって両足か一本か、また右足か左足か、決まったという、さて弁かなる、樫の壁という、玉の名品の原石を見つけた祖父についての物語では、原石を王に献上したが、それが名品であると認められず、王を騙そうとしたとして、足切りの刑に処され、足を一本なくしてしまった。ひどい。しかし原石の価値を信じる弁家は、王が代替わりすると再び、その原石を献上したのだった。やめてー。だが、やっぱりただの石の塊であると鑑定され、彼は、残った足も切られてしまったのだ。うわぁ。こうして両足を切られた弁家は、さらに王が代替わりしたが、もはや軽々しく献上することはできず、その原石を懐に入れたまま、ただただの出なくばかりだったという、すると彼の噂を聞きつけた。秦王は、弁家に、殿下には両足を切られたものなどあまりに多いのに、なぜそこまで泣き続けるのか、と尋ねたのだった。すると弁家は、足切りの刑を受けた我が身が悲しいのではなく、秦の宝石が、ただの石だと思われ、高潔の死が狂った人間だと思われているのが、悲しくて泣いているのです、と答えたのだぜ。そこで王は、原石を磨かせると、果たして弁家の言う通り、素晴らしい宝玉が姿を現したのだった。こうして王は、今までの非礼を彼に詫び、弁家を称えてこの宝玉を、樫の壁、と、名付けたのだった。その国であったこの話の玉壁が、後に、秦と趙との間での、完璧のエピソードに発展するのだぜ。最後は認められたけど、弁家の両足は戻ってこないんだよな。このような、完璧につながる、樫の壁のエピソードの他にも、春秋戦国時代の足切りの刑に関する有名な話といえば、なんといっても、秦足切りの名を持つ大軍師孫賓だろう。義で学友に騙されて入れ墨された上に両足を切断されるという、ダブル肉刑を達成した彼孫賓は、そんなトロフィーいらんわ。身体的ハンデを乗り越えて生に脱出し、その後義をコテンパンにして、自分を罠にかけた学友を計略で葬ったのだった。そのあたりの詳しい話や彼の兵法家としての側面については、概要欄にリンクを貼ったこちらの動画をご覧ください。さてさて、いくら春秋戦国時代が大足切り時代で、足切りエピソードが豊富だからって、この時代のことばかりを、話していても仕方がないだろう。そうね、他の時代の足切りはどんなもんだったのかしら。それが、春秋戦国時代にあれだけ流行った足切りは、その後、ほとんど振るわなくなってしまったのだ。いや、よかったよかった。例によって前漢の文帝が肉刑を廃した後、足切りが本格的に復活するのは南北朝時代のことだったが、この頃はもう、足を切断するのではなく、脚筋、つまり、アキレス腱を切断して、歩行能力を奪う刑となっていた。やり方がスマートになってる。そう、もはや足をズバッと切断して、足を奪ってしまうような、時代ではなかったのだぜ。あの時代を除いて、まさか、そう、肉刑界でも大活躍、切るでもそぐでも何でもござれの、明王朝だ。やっぱこの親子なんだよな。そう、衰退していた月足も後部帝の頃に一時だけ復活、蹴鞠をした軍人二人の右足を切断し、その家族を、武刑に処したのだった。玉蹴りしただけなのに、ただもう、後部帝主元将の力をもってしても足切りの再ブームは到来せず、足切りの全盛期は古代に限られてしまうのだぜ。まあ、足を切るだけじゃ、ちょっとパッとしないものね。お、霊夢がちょっと危ない方向に行きかけてるので。今回の肉刑紹介タイムはここまで、ちょっと地味だったが、最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。それではまた次回の中国史の時間にお会いしましょう。さようならフィーニャ。終わり。